アミックなジャンプを見せる男性バレエダンサーバレエダンサーとはバレエを踊ることを職業としている人のこと男女を問わずダンスクラシックを専門とする人間をバレエダンサーと呼ぶ男女を分けて呼ぶ場合は女性はバレリーナ男性はバレリーノとも呼ぶ漢字表現では舞踊主とも呼びやや俗的には踊り手などとも女性の場合は踊り子とも バレエダンサーの位置づけというのは、バレエ自体の位置づけと深い関係があるわけだが、バレエは、本場のフランスやロシアでは、歴史が長く、王室や、帝室の宮廷舞踊として発展してきた歴史がある。特に、ロシアにおいてバレエは、芸術であり、市民の誇りであり、国民の象徴でもあり、ロシア国民にとって、非常に重要なものである。イタリア、 ドイツなどではオペラに組み込まれそれに必要なものとして扱われてきた。本場のロシア、フランス、イギリスなどのバレエダンサーの多くは劇場に所属している。まず本場のロシアのバレエダンサーについて解説する。ロシアではバレエダンサーは国家公務員である。ロシアではバレエダンサーの国家試験があり5段階評価で3以上を取らないと。 バレエの国家資格を得られない。国家資格を得ないと、ロシアの国立劇場などでバレエダンサーとして採用されず、プロのバレエダンサーとしてのキャリアがそもそも始まらない。その国家試験を受けるためには、まず、バレエダンサー養成学校に通う必要がある。ロシアのバレエ学校では、8学年生でバレエダンサーを養成している。例えば、ロシアクシシ。 世界でも最高峰のバレエダンサー養成学校の一つとされる学校の一つ、1738年に創設されたロシアの最古のバレエ学校、ロシア国立ワガノワバレエアカデミーが挙げられ、この学校では全学年合わせて370名余りの世界中から集まった10歳から18歳の生徒が学んでいる。 我がのはバレエアカデミーに入学するためには、まず厳しい試験に合格しなければならない。一年生の生徒数はおよそ60人ほど。進級するためには、一年ごとに行われる厳しい試験や審査に合格しなければならず、毎年ある程度の割合の生徒が不合格とされ、不合格となった者は、留年などという甘い制度はなく、その時点で、 強制的に退学させられる。卒業までたどり着けるのは入学者のおよそ5割だけで、ある。各学年ごとに設定された、必須の基礎技術を得得できない生徒はもちろんだが、女性バレーダンサーとして、必須の体型のコントロールや、痩せ型体型作りができないような女性生徒も、容赦なく中途で、強制退学させられる。なお、ロシア国外からやってくる。 留学生の場合だと、大体養成学校の6年時に編入して3年間在籍し、ロシアのバレエ団のオーディションを受けるというルートが基本だという。そして、学校卒業の時期に、バレエの国家試験の試験官たちの前で踊ってみせて、3点以上の合格点を得れば国家資格を得て、国立劇場などのオーディションを受ける扉が開かれ、逆にこの国家試験で、 合格点を得られなければバレエダンサーとしての道は実質的に閉ざされる。国家試験で取った点数は次の入団試験にも影響するので点数は高い方が望ましい。やはり満点の5点が良く3点では次の入団試験で苦労する可能性が高い。バレエダンサーの国家試験に合格した上で各劇場のバレエ団が行うオーディションを 多数受け、他の様々なバレエ学校を卒業した者たちと競い合い、劇団からオーディション合格と通知された者だけが採用、雇用され、ようやくプロのバレエダンサーとしての、つまり、一応いくらかの給料がもらえるダンサーとしてのキャリアの最初の一歩を踏み出すことになる。オーディションで合格し劇場で雇用された者も、この段階では、あくまで学校を出たばかりの、 一応基礎を身につけただけの将来の可能性はあるもののプロとしては足りないところだらけの存在だとバレエ団経営者側からは見なされており劇場の中では研修生といった位置づけをされておりつまりトレーニングをすることで将来的に伸びていく可能性があるという位置づけでありまずはトレーニングを施される日々が続くやがて プロとしての品質つまりお客様からお金をいただいて、見せることのできるような品質に届いたものがいれば、劇場の監督や、プロデューサーなどに選ばれて、軍部の一人など早くから始める形で舞台に立つ、ことになる。この段階に到達したダンサーは、観客からお金をいただき厳しい目で批評、批判されることを経験し、プロのバレエダンサーに求められる質の高さ、 その世界の厳しさを経験していくことになる。プロのバレエダンサーとして、バレエ団に雇われ続けるためには、厳しい競争で生き残り続けなければならない。バレエ団の中でも、競争相手は非常に多いので、努力を怠りバレエの技術があまり向上しなかったりすると、役が与えられるとしても、せいぜい主役以外のその他体制であり、 大勢のダンサーに埋もれたままで、毎年新たに入団してくるもっと若いダンサーの中に、いる技術に優れた人や、体型や容姿に優れた人に次第に抜かれ、バレエ団の中での、重要さの順位が落ちてゆき、それが何年か続くと解雇を言い渡され、退団させられてしまうことになる。バレエ団に残り続けるような優秀なダンサーにとっても、バレエダンサーの道は決して生優しいものではなく、 そのキャリアの間ずっと努力の連続であり、厳しいトレーニングと、厳しいリハーサルと、厳しい本番の繰り返しである。フランスのオペラ座のバレエ団は、ロシアのマリンスキーバレエと並んで、世界一から二位とされている。ロシアやフランスに次ぐ位置づけ、バレエダンサーの役柄や、その、花形と、その条件や制約について解説する。プロのバレエダンサーといっても、 ずっと脇役ばかりを踊り続けてそのままキャリアを終えていく人もいれば次第に能力や努力を認められて重要な役を踊るようになっていく人もいる特に女性の主役級のバレエダンサーをプリマバレエダンサーやプリマバレリーナ略してプリマなどと呼ぶ男性のバレエダンサーでは王子様役を踊る人が女性のプリマのように花形であり注目を浴びる存在であり フランス語では、ドーンスル・ノーブル・ダンスール・ノーブルという。男性のバレエダンサーで、パドー・ドゥを踊るような主役級の人は、女性のバレエダンサーのリフトをしなければならないので、それだけの力が必要とされ、腕力が十分にあることも求められる。また主役級の男性バレエダンサーは、背が高いことも求められる。ダンスール・ノーブルの隣に、女性バレエダンサーがトゥ・シューズを履いて、 つま先立ちをして並んで立つので、つま先立ちをした女性と並んでも、女性よりも背が高いことつまりかなり背が高いことが、王子役のダンサーには求められるのである。他方、女性のバレエダンサーで、主役級の人は、リフトされなければならないので、体重が軽い必要があり、ともかく体重は、絶対に軽くなければならないので、結果として、いかにもバレリーナらしい。 痩せた体型を維持し続けなければならず、もしも太ったりすると、重いので、男性ダンサーは、あの女性は、リフト困難などと苦情を伝えることになり、そうなるとそのバレリーナは、バレー団幹部などから、主役からの広角、プリマからの広角を伝えられることになる。なお、バレエという芸術では、お姫様役や、王子様役だけが重要なわけではなく、その敵役も重要である。 ちょうど演劇、ドラマなどでも、仇役がいて、仇役が手強ければ手強いほどストーリーが盛り上がるようなものである。バレエの仇役は、顔立ちの美しさ、背の高さなどの制約も少なく、ほぼ純粋に、バレエの技術自体で判断されて採用される傾向がある。仇役を担う男性ダンサーの中には、超人的と言っても良いようなジャンプ力や、スタミナや、 バレエテクニックを持ち、王子様役のダンサーを超えて、観客を魅了する人もおり、バレエ鑑賞歴が長い観客や、バレエに対する理解の深い観客、いわゆる、2の観客たちは、王子様や、お姫様役だけでなく、こうした名脇役に注目して鑑賞している人も、多く、こうしたダンサーも、大きな拍手喝采を浴びることになり、相当に名誉ある位置づけがされている。この節では、 日本のバレエダンサーを外説する。日本のバレエ団の多くが東京やその周辺地域に存在する。そのため関東は他の地区に比べてバレエダンサーが多い。資格などはない。そのためバレエ団と正規団員の契約を結んでいるものがバレエダンサーを職業として公言するのが一般的である。またフリーランスで仕事をするものもいる。 日本のダンスクラシックはお稽古ごととして発展した歴史を持つ。それは他の習いごと同様に日本独特のバレエ文化を形成してきた。例えば女性と男性では待遇や仕事量に差があり、男性は口述するように比較的優遇されている。一方で女性はバイトや更新の指導もしながら生活を立てるものが多い。またバレエ界全体で 女性ダンサーの比率は男性ダンサーよりも圧倒的に多い。自分のバレエ団に所属する男性だけで公演を行えるバレエ団は一握りである。したがって規模の小さなバレエ団では公演のたびに他のバレエ団かフリーの男性ダンサーに客演を頼まなければならない。このため日本の男性ダンサーは外して女性ダンサーよりギャラは安く。 バレエの収入だけで生活することも相対的に容易である。本来プロのダンサーとは西洋諸国のように所属バレエ団からの収入や公演のゲスト収入のみで生活をするものを言うが日本の現状ではそれができる人間はごく少数に限られる。多くのダンサーがバレエ教室での講師やバレエスタジオの発表会にゲスト出演あるいは バレエと無関係なアルバイトもして収入を得ている。例として NHK お母さんと一緒で体操のお兄さんだった岡田昭蔵が挙げられる。日本舞踊などの先生文化に近く日本の独自のスタイルである。ただ、日本人ダンサーは以前はプロポーションと実力で西洋に劣るとされてきたが、1980年代以降外国で活躍する者も,も多くなった。 また人気と実力の備わった女性のダンサーで男性のようにゲスト出演するものも出てきている。日本の大学や専門学校にはバレエを専門的に学べるところがあるが、これらを卒業してもダンサーの資格や職を保障されるわけではなく、オーディションに行って選考に合格し、バレエ団に所属することから始める。バレエダンサーの多くは子供の頃から バレエ教室で習い始め、技術が向上して認められたら、バレエ団に推薦か、オーディションにより入団するという経歴をたどる。カテゴリー、バレエダンサーを参照のこと。世界中のバレエダンサーが、リスト上に表示されている。ありがとうございます。